この扉に入ると見て、顔だけになるんよ。結構近くまで来てるぞ、お兄さん。まずい。やべ、左いる、左いる。イカ様、タコ様、シャケ様。どうも、皆さん、サボです。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。今回はですね、スプラトゥーンクレンボーバージョン1。スペシャルなし、ビーコンなしじゃない、普通のさ、塗るだけのクレンボーやっていこうかなと思います。今回は僕がね、鬼で先にやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。塗るだけということでね、今回こちらの若葉シューター使っていきます。で、俺ね、インクタンクがね、1.5 じゃなくて、20% アップだっけ？若葉シューターね、他のね、シューターでもね、インクタンクの量が多いからね、めちゃめちゃええやんということで、この若葉シューター使っていこうかなと思います。さあ、そろそろ始まりますよ。始まります。さあ、行くぞみんな。2、1、レッツゴー、行くぞー。さあ、もうここ塗るだけ。もあとはもうスペシャルなんて、今回、いや久しぶりにさ、スペシャルなしクレンボーいるな。行くぞ。ここいないですね。いや、いいですね。いっぱい売ってますからね、若葉シューター。若葉シューター大好き。残り時間ね、3分しかないからね、時間はそんなないんだよな。急いでんってこう。いや、この辺まんべんなく塗る必要ないか。まあ、多分いなさそうだよね、隠れガーリスポーン地点で、鬼ガーリスポーン地点。一旦こう雑に塗っちゃう。もう、威嚇程度に塗ろう。うん、威嚇程度に。おー、なかなか見つからないですね。さあ、でも割といい感じで塗れてると思うんだよな。このジリス側もね、あの鬼ガーリスポーン地点も。さあ、残り2分だが、ここはいないと。いや、いないかな。いないな。うん。鬼ガーリスいないわ。さあ、ここは塗ります。さあ、この辺からちょっとね、しっかりと見ていかないと、ちょっと悔しい展開になっていきそうなんで、しっかりと塗っていきます。さあ、こっち右一旦行ってみるか。さあ、この壁ない。いや、ここ怪しいな、この辺。この辺怪しいよ。しっかりとこのね、縁も塗っていきます。よろしくお願いします。いいねー。いいねー。誰もいいねー。マジで。いや、マジでいないぞ。結構塗ってるつもりなんだけどな、この辺。いな。いや、これ、これ、隠れ家リスポーン地点に全員固まってるってことある？でもなんかちょっと潜伏音符が聞こえるんだよな、なんか。いや、幻聴かもしれないけどさ。いないな。いや、耳を澄ましてもしょうがないな。塗るだけ。僕のすることはね、塗ることだけです、僕の仕事は。さあ、塗って見つけるだけ。いたー！さあ、ラッキージャムジャム見つけていく。さあ、こっから僕の？こっからサバさんの快進撃が始まりますよ。いきます。残り30秒。始まりますよ、サバさんの快進撃。さあ、ちょっとここ一旦この高台塗っていくか。さあ、ここいる。いや、怪しい、ここ。怪しかった。よしよし、チャーハン見つけた。ざまあ見てくださいね。めちゃめちゃ性格悪い人みたいになってる。さあ、ざまあ見てください。さあ、あと2人。まずい。あ、20秒しかないからね。いい、どこかな。ここいそうじゃない、怪しい。ここいないと。ここも怪しいよ。いや、いないと。うわ、どこだ。結構塗ってるぞ今回。マジでいないんだけど。いや、扇風音聞け。いないね。いない。いない。いない。どこ。いや、見てほら、結構塗ってるよ、今回。まばらに塗り残しあるけど。え、どこいたんだ？さあ、でもナンプラ遺跡、答え合わせ。やっていきましょうか。いやー、二人見つけられなかったんだよな。チャーハンとラッキージャムちゃん見つけて、この、R6 リと、鳥ナマズン、見つけなかったんだよな、二人。なんか塗り残しに狂ってたらしいんだよなー。これ、久しぶりにこのね、感染モードで見ていこうか。さあ、まず、あ、なんか、あれかな、これ。上に行ったのが、ちゃんとこう塗ったもんね、これ。上に行って、ここに、あ、これ強いな、そこ。そこ、あ、え、すごい、超ギリギリくれてんじゃん。え、この私が気づかないことなんてありえないんですけど。この私が気づかないなんてありえないんですけど。え、何それ。そこめっちゃ強くない？普通に。やるよるな。さあ、R6。で、あと、鳥ナマズンね。鳥ナマズンが、え、どこにいるんだ、それ。え、そこ全然気づかなかったわ。わ、マジか。え、このビニールシートの上に乗ってたってこと。マジか、すごすぎ。悔しいなーこれ。あ、ちょ、あ、ちょ、待って。え、ラッキージャムジャムと鳥ナマズ、もしかして喧嘩してる。なんか仲悪い、もしかして。ラッキージャムジャムここにいたんだよね。そう、ラッキージャムジャムここにありました。で、あと、チャーハンかな。チャーハンが、ジリスのリスポーン地点のこちらにおりました。これは、いや、これはね、甘いです。これはね、サバさんも隠れましたから、これ。サバさんもね、この間ここに隠れたことあるんだけど、バレないかなと思ったんだけどね、めちゃめちゃバレたんだよね。この場所もしかしたら弱いかもしれない。まだ喧嘩してる、まだ。まだなんかわちゃわちゃしてんな、ということでね。次、僕が隠れるかはやっていこうかなと思います。ということで、じゃあ次、行きましょうか。さあ、ということで、2回戦目、マンタマイライをやっていこうかなと思います。これ、隠れていきたい場所がありましてね。鬼は、
ラッキージャムジャムです。よろしくお願いします。あ、お揃いじゃん、僕と。僕もね、若葉シューター持ってきてるよ。お揃いだ、ということで。マンタムラゴね、こちらですね。このマップ、結構有名なんですけど、これね、塗るじゃん。塗ります。で、ほら。イカ登りの体勢取ります。そっから、この扉に入ると見て。なんか頭だけになるんだよ、ニカちゃんが。頭の顔だけ顔だけになるんよ。で、今回これ隠れていこうかなと思います。ほら見て。顔だけこれ見て。顔だけどころかもうなんか、イカの一部がほぼ隠れちゃうっていうのは、結構ね、音が鳴るってのと、しぶきがだいぶ出てる。今回ね、実験的な、このイカちゃんの頭だけになるところで隠れていこうかなと思います。どうなることやら。結構隠れるポイントがあって、そう、上の方に行くと結構頭出ちゃうんだよ。下の方に行くとなんかくぼみがあって、いい感じね、そう、この辺のね、この辺に行くといい感じになるんだよね。さあ、始めますよ。行きます。レッツゴーで。これね、これ下の方に、あー、でもこれも悪くないか。この隠れ方。いや、どうなのこれ、こう隠れると、しぶきがまあ見えづらい。いや、だいぶ見えるな。やっぱ、こう隠れるのが一番いいか。さあ、どうなることやら。ちょっと不安だけど。いや、これで見つからなかったらだいぶでかいよ。めちゃめちゃ面白い。さあ、鬼さんが、結構鬼狩りスポンジ塗ってなかったな。いや、僕が塗りに行けばよかったな。僕ずっとこの場所にいたからさ、全然、なんか、今回、隠れ家の塗りに貢献しないんだよな。ごめんなさい、僕が塗りはサボりました。さあ、R6 以降大丈夫？あ、まずくない？あ、やられてやんの。やられ、どんまいどんまい、やられてやんのということで。さあ、残り、生ずんとチャーハンと僕の、3人が生き残ってます。もうちょっと気抜くとちょっとだんだん下に下がっちゃうの、これ。ちゃんと気抜くのに気をつけたの。さあ、今のところ、ガチ方向のあたり塗ってます。まず、ちょ、まず気抜くとマジで落ちちゃう、これ。気をつけないとな、ほんとに。気抜かないように。さあ、あ、待って、これ結構近くまで来てるぞ、お兄さん。まずい。早いな、なんかここに来んの。大丈夫か？ま、左の方にいるわ。やべ、左いる。頑張れ。神頼む、神に頼むしかない、これもう。イカ様？タコ様？鮭様？あ？後ろにいる？どこにいるの今。あ？どこにいる？いや、いるな。じらしてくるね。めちゃめちゃじらしてくるね。いや、ま、なんか見つかっちゃうんじゃないかなと思ってたけど、いや、ここまでじらされると思うんで、くっそー。残り25秒。お兄さん、今、あ、ガチ歩行のとこにみんなすぐそば。あ、これチャーハンやばくないか。チャーハン大丈夫か。あ、チャーハン見つかっていく。さあ、残り生ずんだけです。生ずんだいぶこれ、塗り残しいいのかなこれ。生ずんの場所だいぶ強いよね。あ、なんか見える。なんか見える。生ずんジャンプしちゃうこれ。じゃあ、生ずんどこ行こうぜ。さあ、生ずんどこにいるんだ。ああ、そこ？ちょっと待って。生ずん、さっきからさ、塗らないとこに隠れて見つからなさすぎるのよ。すごくない？普通に。だって、あそこ普通になんか、ただジャンプして登るだけだもんね、あそこ。そこ強いな、普通に。生ずんやるな。生ずん最強でした。さあ、ということで今回もスプラトゥーンクロムやってみました。マンタマリア号のね、扉に隠れると、まあ、イカちゃんのね、顔が半分になるっていう特性を使って、ワンチャン逃げ切れるんじゃないかと思ったけど、まあ、まんまと見つかりましたね。まあ、さすがにね、イカ登りのこのしぶきはだいぶでかいからね、まあ、見つかっちゃうか、ワンチャンいけるんじゃないかなと思って、ちょっと、なんか試しにね、検証的な感じでやってみたけど、まあ、甘くはないですね、世の中は。ということで今回はこの辺にしようかと思います。この動画面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter の方でねスプラトゥーンクルーム参加者募集しますので、参加したい方はぜひ僕の Twitter フォローしてチェックしてると嬉しいです。どうぞまた見てください。なんか騒がしいな。ではまた、バイバイ。